2024辰年明けましておめでとうございます。この動画は12月31日にふーさんがお料理を作っているところを見ながら編集をしています。去年のクリスマス、東国三社巡りミニベロで回ってきました。最後に訪れた鹿島神宮、もう夕方だったのでその翌日ゆっくりお参りしてきました。皆様の交通安全、山の安全、それを願ってお参りしてきました。こちらがそんなつもりで見ていただけると嬉しいと思います。ではこの松もすごいね、でっかい松が生えてます。今ここにいます。奥に進んで奥宮、宝物館っていうのもか、そして要石、ここまで行ってきたいと思います。これ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 も見なきゃいけません。どこ歯科園があるの？ほらほら、これ歯科園があって、ここどこどこ、おお、さすが鹿島、歯科園があります。めちゃくちゃ綺麗に生えてあります。ここに君が代に出てくるさざれ石がありました。これがさざれ石だそうです。鹿島神宮には歯科園がありました。みんな朝のくつろぎしてます。お目目見えるかな。売店お休みなので入れません。今日はご飯ないよ、みんな。売店はやってないのでこの奥には入れません。みんな待ってんだよ、ほら。ごめんな、かぶりつきで待ってる子たちがいます。こちらが奥宮になります。神々しいな。初詣の準備進んでます。御手洗池行ってみます。ん？カフェがあるんだ。御手洗池に注いでいる泉です。御手洗池です。すごい木があります。奥宮を右手に要石へ歩いていくふーさんです。あれが要石の頭、地面の中に大きな石が埋まっていて、ちょっと頭を出しているのがこの石だそうです。江戸時代に1週間掘っても掘りきれなかったって書いてありました。奥宮です。川越のチャリノボです。今年こそ1000人達成お願いします。一通り巡ってここで訂正です。奥宮は奥の宮、要石はめちゃくちゃ根の深い石ということのようです。御手洗ではなく御手洗でした。歯科園ではなく独園、そしてこの立派な森は樹叢と呼ばれているようです。以上、訂正しておきました。鹿島神宮樹叢の入り口でしたね。そうですね、読みます。奥の宮、要石、御手洗池、六円方面でした。ではまた。チャリノボチャンネルのふーです。今年も怪我をしないように気をつけて活動していきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。